とこだってばよ。見つからねえな。お、ボロボロさつまめっけ。あのですね、とあと辛いととかが見つからないんですよね。お前前回普通に車組み立ててただろ、というツッコミは甘んじて受けましょう。忘れてました。あれじゃね、以前もコッコを探したのですが、完全に見落としていましたよ。あー、ここか。これ全部詰めるんですかね。いや、詰めるかじゃねえ、詰むんだ。入れてくださいだよ。壊れちゃう。あ、こっちはどうなの。あ、太すぎる。全部入っちゃうよ。入っちゃう。よし。無理くりでしたが意外と詰めるんですね、この車。いいぞ、これ。さて、ここからが前回の続きです。釈放されて帰宅すると、ファンがありますね。親の顔より見たおじき。最初はこのイベントすらなかったんですよね。あの頃が懐かしい。あとはおじさんがプーになるまで我慢です。すごいでしょ？何ですかこれ？パンパンです！パン！すごい！やっぱ位置的に使いづらいっすね、このリフトやダイナモ。まあ後付けだから仕方のないところではありますが。ボルトが出現するまでエンジンの位置や向きを微調整。この方法だと反対側のボルトは締められないことが多いです。セーブ&ロードで対処します。瓶ビールを飲みたくなってきた。サブウーファーに右と左があるんですがわからねえなこれ。ハブキャップみたいに修正されないかなあ、電球買うの忘れたわ。日が暮れてきたので明日ですね。これまで死んだらニューゲームだったので、しばらくこの作業はやらなくても済みますね。どこかが壊れるまでの間ですが、実際一発まで1万キロ走ったことないです。それまでに何回壊れるのでしょうかね、楽しみです。車検場に行きます。間に合うかな。間に合いませんでした。つうかまた燃料系の配線忘れてますね。まあ車検には営業しませんけど。いやーこのフォルムほんと好き。しまった、長いコイルスプリングはダメだったっけ。しかもいつの間にかまども割れてるし。早速工場に行くかよ。よし、今度こそ完璧でしょ。は？排気の項目で弾かれてますね。おかしいなぁ、先ほど確認したんですけど。やっぱり許容範囲ですよね。ちょっとオタクさぁ、真面目にやってる？うんこぶちまけられたい？まあいずれやるけど。お金返してよ。というか、当店自慢のウェルカムドリンクをどうぞ。さて、恒例のカスタムをやります。まあ皆さんとっくに見飽きてるでしょうからカットで。明日のラリーに間に合いました。とりあえず問題はサスペンションをどうするかですね。なんか取れちゃってますね。それもフロントの両方。ボルトが閉まったまま外れています。サスペンションやタイヤまで。前にもあったのですが、たまにアップデートを挟むと不具合が出るんですよね。その時もラリーサスペンションだった気がします。まあ一時的なものですので、ネジを完全に緩めてから再び締め直せば治ると思います。しかしバグを直すためのアップデートでバグが出るなんて皮肉なものですね。お？くっつけただけでもいけそう。ダメみたいですね。A few moments later. もう金庫でバグを修正します。4つの不具合が見つかりました。フロントサスの剛性とボルトに影響が出ています。正直 MSG エディターが万能すぎてビビってます。しかし確かに便利ではあるけれど、間違いなくこのゲームの面白さを研ぐ力も持っています。我々プレイヤーにとってはまさにプロメテウスの日ですね。
久しぶりに我が家へ帰ってきました。ここで突然ですがモッドの紹介、 VIN プレートです。これで盗まれても大丈夫。以上、モッドの紹介でした。くそ、あーいいですねー、ナイスですねー。それではラリーしましょう。あそこでよく飛ぶんですよね。あ、そろそろ終わろうと思います。次回はサスのセッティングで苦しむことになるでしょう。ご視聴ありがとうございました。